間に合う。三時やで。これが真っ白やな。うん。でこれが次のやつ。次のやつで住民票が下。九先生ね。いつもギリギリに来て。あれ乗せせなあかんからな。何時？今日お前の帰る足がね。帰る。今日5時帰る。5時半ぐらい。これが真っ白や。俺パックス聞いてなかった。知らん。お前って分かれよ。見えるか？見えん。上。あ、行ってきてや。頼む。頼む。今日中に。お前れそ途中で帰ったらあかんねん。あれワックスなそうな。いや、ええええ。いらん。そんなん。保険は？保険なの？え？保険。いい保険の契約にせんの。どれそれ、うん、今から言うで、うん、うん、今度は言ってるの。ああ、これありえん。ドライバーこれいけへんのか。これお客さん笑ってんでもお客さんやで。あれ T 先生、 T 先生よう出てるやん。 T 先生有名な有名なT 先生、 T 先生、登録間に合いました。4時半、まあ、4時ぐらいに終わったらギリギリか、ほんだら登録、受付ギリギリに。3時半、35分ぐらい着いて、書いて、45分ぐらいだし。ああ、で余裕か。かね、で登録は閉まってない方、大丈夫、空いてんの ?45 分ぐらい。3時45分ぐらい？え？そうやろ。そうやろ。ワンダスの5分の間足。そうやろ。こっちねえよ。でまたあれやろ。俺の後に書いて。やってくれへんかったら暴れんねやろ。緊急事態発生お前何回やった？1回だけ。3回ぐらいな。俺1回おてんか。あれは意義悪い。前にトラック止めて。違う違う、俺ちゃうし。俺が悪い。あれお前が勝手にやっとって。じゃじゃ、それはまた別の件やで。俺の時は一回行って登録課に俺が行ったらお前の声が登録課からしてて、ほんでそれはだから俺が初めて緊急事態のした時にな。ほんで登録課からお前の声がしてるから、ちょっと俺行ってくるわ言ったら、登録課のあれ誰だか誰かがな、そうそうそう、やめてくれって余計ひどなろう言うて止められて、でお前が暴れとって、なんで俺怒っとってやな。知らん、覚えてないわなんせ登録課で音声は聞こえるわ確かに。あれからカメラに音声が入れなかったん。いやいや、ずっと音声入ってるだから俺音声聞いたもん。お前もその後はあれなやと。問題がこいつ。でも昔もそうやで、みんな警察来たよ。警察捕まんねえよ、うん、警察来て、俺昔だから警察来て、その外線車な、車検受けてるおっさんが暴れだして、その方逮捕された。俺はセーフやって、その人のせいにして逃げるから。そうそうそう、いやその人のせいになったんや勝手に。でこいつらを昔は派手な人が多かった。そう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 、俺らが悪くない周りがそう。そう、周りがな、悪かったらその人を助けてあげなきゃ。まあ、とりあえず登録か、今日登録行けたよな。納車できることやな。どうしようもできるな。大変やで。まあこういうことで、今回は T 先生ギリギリセーフいうことでな。またまた機会があればアップします。